ゆきこんこん、ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版 HD リマスターバイオハザードゼロ、ゆきゆき実況動画続きを再開したいと思います。あ、早速傷を負ってしまいました。まずいです。四角でメニューボタンを開く。グリーンハーブ取ったばかりなのですが使います。丸ボタンで使用。OK。回復しました。赤くなってないうちに使ってしまいました。あ、閉じるボタンは四角。そのままです。2回目です。気合い入れていきたいと思います。上が上がったところ、グリーンハーブ取りました。ここには、ここは登れない。ここはこれから出てくるかな。どっちから行ったんだっけかな。こっちはこう、すみません、本当に丸年ぶりですので記憶があやふやです。GameCube 版もすごい良かったですが、このプレイステーション4版になってまたさらにグッと綺麗になっています。やはり気になる点はレベッカの顔がちょっと変わってるというところです。あー、セーブはインクリボン。あ、インクリボン落ちてる。はい、取ります。あ、グリーンハーブやった。取ります。あ、ハンドガンの弾取ります。あ、またいつも初期のプレイステーション4で四角で取るボタンだったので間違って押してしまいます。全部丸ボタンで拾う、押さないとダメで。調査命令書、血で汚れていて読めない。クーシティから来た8マイルのアークレイ山中に、あ、何年前、隠れてますね。我が社の幹部養成所がある。現在その施設再利用を目的とした事前調査が行われている。あ、これは読める。ついに第一班が現地入りして調査を開始しているが、多分手だと思うのですが、君のチーム、手助けもらいたい。あ、わからないです。なお、以降の指示はウィリムバーキンと、あ、まるまるまると、あ、これは、あ、バイオハザードシリーズをやっていくと、はい、もう分かっていると思いなんですが、ウィリ、こちらの方がもう名前見えてますね。これも、次のバイオハザードとつながっています。あとバイオハザード2ともつながっています。部屋を出ます。ここは休憩室、癒しの憩いの場ですね。あれ、ここに角っこに扉があるです。ワンハリなんで、ここは車掌室。あ、鍵を持ってこいですね。あ、何か光ってる。なんだろう、列車の鍵、列車の鍵、どこの列車だろう。ん、ムービーに、あ、誰か来た。あ、これはスターズか。
今あんたらとはお近づきになりたくはないんで、おしゃべりはここまでにさせてもらおう。待ちなさい、あなたを逮捕します。悪いがお嬢さん、飾りは間に合ってる。バカにして。まずいです。ゾンビ犬が入ってきました。近づいてきたところを撃つ。2発で沈みました。あ、エドワードが、あ、悲しいです。同じレベッカの同僚のエドワード、ここで生き絶えてしまったです。そしてビリー公園出てきま現れました。俺を捕まえるなら捕まえてみろというセリフを残してどっか行ってしまいました。ここは鍵かかっています。さっき拾った鍵は車掌室の鍵ではない。あ、エドワード、ハンドガンの弾ありがたく使わせていただきます。仲間を助けれなかった。ここはセーブしたところ。では向こうの車両に行きます。向こうの車両の鍵を手に入ったかと思います。これでここの鍵、あ、ここはもともと開いていました。通信が。こちらレベッカ、どうぞ。レベッカ、聞こえるか？エンディゴだ。現在位置はどこだ？隊長、レベッカです。聞こえますか？応答してください。聞こえている。あ、よかった。護送車で見つけたビリー公園の資料から、さらに詳しいことが分かった。奴は一度に23人もの人間を殺害している。精神科への通院歴があることも分かった。十分に気をつけろ。聞こえてるか、レベッカ。とにかく油断するな。やつは見境なく襲ってくるぞ。隊長、エニコ隊長、聞こえますか？応答願います。レベッカの顔、やはりゲーム級の顔と本当にガラリと一新して変わっております。あと声も、前のゲームキューブ版ですと英語版、音声は英語だったのですが、その時のレベッカの声はだいぶ高い声だったのですが、今回日本語の声優さん、日本の声優さんを使われているということで声ちょっと低くなっています。前のジルバレンタインがちょっと高くなったような声かな。声も顔もガラリと変わっています。うっ、ゾンビの起きる音が。スルーしていきます。列車の鍵、あ、ここの鍵だったのですね。この鍵は必要ない。はい、では捨てます。ゾンビさん起きたのですが、スルーしていきます。弾を節約します。階段のある部屋にやってきた。本当にすごい。ああ、よかった、ゾンビかと思ったらビリーだった。あなたと協力ですって。聞けよお嬢さん、なぜかは知らんが中も外も化け物だらけだ。
助け合わなければ命がいくつあっても足りやしない。お困りのようだけど、こっちは助けなんかいらないわ。あいにく一人でも大丈夫。それとお嬢さんって呼ばないで。あ、字幕が日本語に追いついてない。わかったよ、父兄さん。なんて呼べばいいんだ。レベッカ・チェンバース。あなたにとってはチェンバース巡査ですけどね。それじゃあ、階級が。一人でやってみる。俺はここで待つ。まだレベッカは配属されたばかりです。自動ドアの電源を切っておくこと。2階、あ、食堂車両。あ、アンブレラ、アンブレラが出てきました。すべての元凶アンブレラです。で、私はこれビリーが見張ってるので、期待に備えるように行動します。ハンドガンの弾かな、取ります。うん、あ、なに、あ、ここはおじいさん。この音楽怖い。何度も出てくるんです。これは確か、あ、戦わなくてもよかったはずだったかな。 OK、 弾3発ぐらい撃っちゃったです。大丈夫か。謎の青年です。動き出した。誰が運転してるの。戦闘車両を調べた方が良さそうだな。待て、俺と協力するんだ。いいな。嬉しいです。けど私わかんねえ女だろ。さっきの奴にやられちまうぞ。ピー優しい。でも覚えておいて、親身になってくれ。おかしな真似をしたら容赦なく撃つから。いいだろう、これを持っていけ。これは無線で連絡を取り合うんだ。無線まで。どこから。ありがとうございます。パートナーザッピングやってきました。これはバイオハザードゼロからのシステムです。二人を操作してゲームを進めていきます。これで、あの、確かゲームキューブ版だとコントローラーが2つあったら2人でバイオハザードゼロを遊べたんだったかな。メインプレイヤーとパートナーキャラクター、これが後のバイオハザード5からだったかな。キャラクターを切り替えて遊んでいくことができるようになる。